さあまずはここにやってきました。おはようございます。大注目の、はい、おはようございます。どうもこちら柴田の筒井です。はい、柴田の筒井さんですよね。はい、よろしくお願いします。31ハウス、あら31ハウスさん、はい、どっちって言えばいいのかな。もう柴田で、柴田で、はい、お願いします。わかりました。はい、あの今回大注目のマシンが1台あるって聞いてるんですけれども、はい、新型マシン、そうですよね、世界初公開、この新章開幕GRK4 ですね。GRK4、 こちらのモデルなんですけど、コンセプト、はい、ベストショットってことですね。もうほぼほぼ完全に近いんですけど、はい、あのやっとお披露目することが、はい、できました。なるほど、はい、あれフロントの牙、これアルミ、ここアルミになりました。で機能違ったよね。はい、だよね。ありがとうございます。辻さん、はい、セールスポイントみたいなところ、めちゃめちゃあります。セールスポイント。はい、もう全部どこから、いや全部いきますか。全部ゲロってください。ですね、うん、まずそうですね、まあ、外観的なところで言うとスタイリッシュなこの外見というか、はいはいはい、このバーチカルもそうなんですけど。はい、いわゆるこのノーズコーンバルクっていう部分からずっとデザイン的に繋がってます。はい、こういう形ですよね。そうですね。はい、で、まあ、狙いとしてはピッチングは欲しいけど、ロール剛性は少し落としてあげたいっていう、はい、RWD の車両には特に狙いたいってこともあったんですけど、はいはいはい、あとはこの、まあ、バンパーのデザインがすごく変わってるなと思って。そうですよね、こういうなバンパーは見たことないんですが、少し上から覗いてもらえると分かるんですけど、うん、あの空気を整流するようになってます。あ、すげえ、本当だ。いろんな方向にこう、まあ、前から入ってきたものを横に流してるってことで、はい、まあ、ドリフトしてる時もやっぱりフロントの接地感が抜けにくいんじゃないかなっていうところで。へえ、すごいね。何せかっこいいと思います。あとはそうですね、見た目がいいね。はい、でナックルもこれ新開発？そう、あ、見ちゃいましたね。あ、これ映したら大丈夫です。あ、大丈夫。新開発だね。ナックルはもうこれ何でもできちゃいます。何でもできますか。ほーほー。正トレ、逆トレ。正トレ、逆トレ、キングピンアングル。キングピンアングル。はい、ディスクもブレーキディスクとキャリパーもついちゃうと。そうですね。弊社のはブレーキディスクとキャリパーがついてます。で、ブレーキローターなんかも、今回の GRK4 から、はい、これ以前のモデルです。はい。で、この柴田ブランドのこの新しいやつ、あ、でかくだったね、だいぶ。そうなんですよ。で、見てくれもこんな感じなんです。ほいほいほい、あ、めちゃんこリアルです。なんかガチっぽいな、これ。ガチっぽいです。ブレーキパッドついちゃいそうな感じです。だよね。そうなんですよ。え、ブレーキパッドもあるの？いや、ないです。あ、ブレーキパッドはない。言い過ぎですですけど、あの、まあ、大きいキャリパー、ちっちゃいキャリパー、まあ、要は8ポット、6ポットみたいな感じになると思うんで。あ、なるほどね。そうだね、実車も違うもんね。これって、はい、聞いちゃってもいい？いいですよ。いい。サーボの高さも調整可能ってやつ？そうですね、サーボの高さ、ラックとのレバー比の関係、はいはい、この辺ですね、フルアジャストにしましたですよね、いろいろできるなと思って。やっぱりジャイロ使う RWD シャルってあの、うん、レバー比の関係がすごく大事だと思うんで、はいはい、そこを一応いろんな、まあ、サーボに合わせて、あの調整できるようにした方がいいのかなっていうところですね。あとこのバーチカルアッパーデッキってというか、このここに、うん、ロール剛性用の調整のものが、うん、あ、そういうのも後から追って出てくるっていうので、すごいね、いろいろやってるね。どの時点、どの位置でロールさせるかっていうことも、うん、お客さんが任意で選んでもらえるようになったと思います。なるほど。もうカーボンの厚みとかそういうのはまだ追ってまた決まっていくってことですか？そうですね、まだ暫定的に3ミリですけど、以前と一緒の、はい、ただ、シャーシ剛性はあっていいのかなっていう、そのロアシャーシの重さはあってもいいのかなっていうのもあるので、そうね、はいはい、3ミリでいこうかなと思ってますけど、いろいろ考えてますね。この A アームとかみんな、そうですね、新たな、そうですね、新規開発です。アッパーもロアームも、アッパーもロアームも、はい、ロアームもちょっとデザインは似てるんですけど、実は新規の構造になってます。なるほどなるほど。これギアケースは、そうですね、これはもう以前の、以前です。そうですね、キャリーオーバーというよりも、あ、これはもう性能的に何も不満もないんで、品質も高いですからね。
ダンパー調も変更できるしっていうね。そうですね。ダンパーステアもあのちょっと形にこだわってですよね。作ってみたので。あとこのスライドはまだこれ木ですよね、はい。そうですね。もうこれが最終形に近いと思います。湾曲ですね。湾曲の以前から弊社の車は湾曲をよく使ってて、そうですね。最初から湾曲だもんね。そうです。これってあの横みたいにちょっと傾くやつ。あ、これもう傾いてます。もう以前からそれで設計してたんで。あ、本当。もう傾きのやつ。傾きの、あのいわゆるナックルの耳に対して高さが変わらないというところは。なるほどなるほど。バントステアに対してはやっぱりその方がいいかなっていうのもあるので。お。さあ、さすがですね。なるほどなるほど。いいね。実は外観もそうなんですけど、今までの GRK と比べるとモーター位置がめちゃんこ下がってます。でもリアの軸重もやっぱり少し上げていかなきゃいけないなって今の RWDC に合わせてっていうところ。ああ、今の RWDC に合わせて。そこは実は僕の中で一番大きい変更点です。ラジテンの森田君、師匠どうですか？いや、なんかすごいかっこよくて走りそうですね。かっこいいよね、見た目。うん。パリ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 いいよ。やっぱいいな。あと他にも新商品あるね。はい、ボディとか多々ありますが、どれから、まずは M のコンバージョンキット。あ、 M のコンバージョンキット、はい。あ、これが M のコンバージョンですね。価格はまだ未定だね。そうですね。いい製造中とか。これ楽しみにしてる人結構多いんでね。そうですね。これ出来上がるとこんな感じになるよと。そうですね。あれ、これ M だったっけ。これ M です。あ、これ M だよね。M シャーシ。ボディポストは少し、まだこの辺も木なんですけど、はい、この辺のものが入ってくる予定です。なるほどなるほど。あと、はい、そのボディもちょっと気になったんですけども、はい、これ、はい、かっこいいね。ファンデムマスターロードスター、ファンデムマスターロードスター。 M シャーシのホイールベース 225mm ですもんね。そうですね。これかっこいいね、この M シャーシ。かっこいいです。かっこいい、かっこいい。あ、かっこいいわ。かっこいいですよね。全然かっこいいわ、これ、うん、いい、いい。じゃあ、だいぶ頑張ってます。頑張ってますね。ねえ、これかっこいいや。あ、いいわ、これ、うん、全然いい。はい、次行きましょう。次がここ行きますか。 M 絡みで。あ、これ、これショートアーム。ショートアーム、いわゆるその10分の1の普通にも使えますし、うん、いわゆる M シャーシ用のローアームなんで。あ、これ M シャーシ用。実はいや、 M シャーシ用っていうわけじゃないんですけど、 M シャーシも使えて10分の1も使える、ちょうど中間のところ。あ、なるほどなるほどなるほど。要はレバー比の追い込み方とか、はい、あと今までのものと比べると強度が上がってるっていうところ。あ、なるほどね。へえ。で、これが、ダンパステ。ダンパステ。いわゆる RWD 車両に合わせたようなレバー比を取りやすいようなダンパステ。で、形も少し前衛的なというか、ちょっとスタイリッシュな。はい。で、これがあの、まだテストショット。開発中だよね。あの、いわゆる M ってアンプ乗せるスペースがあまりないので。あ、じゃあもうリアアンプにしちゃおう。そう、リアアンプにするか、もしくはここのギアケースの上につけることもできたりとか、はいはい、このプレートがひっくり返ったりして、いろんなちょっと、まあ、3通りの、うん、あのアンプの乗せ方ができます、はいはい、でそうすると大きいアンプでも普通のサイズのアンプでも M シャーシで乗せていただきやすいなというのもあって作りました。いろいろやつ。水さん真面目だね。マジ。ダメなとこは来てくださいね。ない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 。いやいや、鈴木さん、いそになったね。いやいや、前からじゃない。前からじゃない。前から、そもそもです、そもそも。おい、で、ボディが。はい。これ、行きましょう。距離だね。まさかこれで出してくると思わんかった。行きましょう。うん、はい。これが、ダイヤ。あ、オーバーフェンダーかっこいいね、これ。そうですね。うん。こっちも。全然いいじゃないですか、これ。かっこいいですね。うん。ちょっとだけ。ああ、いい感じ、いい感じ。
これがまあいわゆるガイアという車なんですけども、はい、あのこちらに G パワーコンセプト、この G パワーコンセプト、はい、これがそもそもあの以前オートサーバーが発表された車 で、あ、これが一番最初のオートサーバー発表したね。でこっちが今年のモデル2018 でこっちが2019っていうね。これよく見ると全く幅も違えばフェンダーのデザインも違う、うん、フェンダーのデザインはね一発で違うと分かったね。でバンパーも違うし、そうなんですよ、あのこの辺の細かなところの形状は違うんですけど、随分こちらはむしろスタイリッシュというよりも、うん、あのドレスアップ車というか、はいはいはい、幅が広くて、うん、すごくマッシブなんで、これかなり広いね。あ、これ限定300台？300台？これこっちは限定です。へぇ、こういう感じね。この辺の出方がかっこいいよね。そうですね、ほい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 。でこちらからこちらに変わったんですけど、はい、で今バイナルステッカーっていうのも一応これまで試作なんですよ、はい、このモデルに関しても試作がやっとできてきたんで、こういう感じの、あ、このモデル用のバイナル、そうですね、まだカットラインとかきっちりまだ入ってないですけど、うん、要は白に塗っていただいてこのステッカーを貼っていただくとあのモデルになると。あ、なるほどなるほど、こういう形になるんだね。そうですね、もちろんこちらもやってますんで、はいはい、これはこっち、これは高台が乗ってることよ。そうですね、今年のモチューブ、このリアこんな感じ。あ、いいっすね。これも7月？こっちの方が少し後になってます。こっちの方が先に出ます。忙しいね。こんなにいっぱい隠し玉持ってたんだ。持ってました。頑張ってました。いや、すげえわ。こんだけいっぱい出してくれて。ぜひホビーショーに。そうですね。ホビーショーに遊びに来てもらって。よろしくお願いします。まあ、今後発売になるものもよろしくお願いいたします。そうですね、ぜひ GRK4 なんかは、うん、ぜひ近くで見ていただきたいと思います。そうですね、GRK4 ね、確かに本当にかっこいいんで、これ実際近くで見てもらった方がいいのかなと思って。発売時期はまだ未定だよね。そうですね、なるだけ早く出せるように頑張ってます。そうですよね、はい、はい、よろしくお願いします。細かいことはサンシャオさんに直接お問い合わせください。そうですね、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。